おもにゅ。はなちゃんです。しゅんくんです。おもにゅ。今日紹介するのはこちら。この春登場する超白熱のバトルコミ、バトル昆虫カブトボーグ。かっこいい。カブトボーグはカブトムシやクワガタムシなどの昆虫をモチーフにしたバトルコミ。遊び方はとっても簡単。まずはカブトボーグを起動するビクトリーチャージを行おう。5、4、3、2、1。このように機体をスライドさせるとどんどん力が溜まっていくんだ。それでは早速バトルをしていこう。防具バトルビクトリーチャージ。5、4、3、2、1。防具イン。いけ。よっしゃー、勝ったぜ。このように相手とぶつかり合うド派手なバトルができるんだ。本物の昆虫みたいに立って組み合うのが迫力あって楽しいね。先に相手をステージから落とすか、ステージ上でひっくり返せた方が勝利。バトルのたびに展開や結末が変わるから、やればやるほど楽しいホビーになってるぞ。おもにゅ。それではここから花ちゃんと3回バトルをしていきたいと思うぞ。先に2勝した方が勝利だ。望むところだ。一番最初はお互いにスタンダードな状態で勝負をしていくぞ。防御バトルビクトリーチャージ。5、4、3、2、1。防御イン。いけ。よし。2回戦目はカスタマイズをしてバトルをしていこう。Sタイヤには中心軸と変身軸が存在するぞ。中心軸をセットするとまっすぐ走り、変身軸をセットすると波打った走行で相手をすくい上げやすくなるぞ。それでは2人とも変身軸にしてバトルスタートだ。防御バトルビクトリーチャージ。5、4、3、2、1。防御イン。いけ。なるべくかね。あった。1勝1敗で迎えたラストバトル。最後はリアパーツでカスタマイズしていくぞ。背中につけるリアパーツはその種類によって動き方が変わるので、勝敗を左右する重要なパーツになっているぞ。僕はリアパーツバーティカルをつけました。これによって一点軸で変則的な攻撃が可能になります。私はホライズンをつけました。これをつけると二点軸で踏ん張って踏ん張って耐えるよ。さあいよいよラストバトルだ。防御バトルビクトリーチャージ。5、4、3、2、1。防御イン。いけ。頼む。いけ。いけ。よっしゃ。俺のカブトが勝ったぜ。よし。おもにゅ。いやー、このバトルめちゃくちゃ白熱したね。本当にあっち動きもすっごいリアルで、すっごい楽しかった。そう、そんな白熱したバトルをしたいそこの君。そう、君にぴったりなこのカブトボーグ 2way ガチバトルステージスターターセット。バトルステージとカブトボーグが2体入っているからすぐにバトルを始められるぞ。リアパーツも2つ入っているので、今日やったようなカスタマイズも楽しめる。いろんなカブト防具が同じ日に発売されるから、お気に入りの機体を探してみてね。今回紹介したカブト防具の商品は4月29日に発売予定。詳しい情報はカブト防具の公式サイトからご確認ください。そしてそして、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回もいろんな楽しいおもちゃで遊んでいくよ。お楽しみに。せーの。
またね。